おはようございます、ジャン君。起きない。明け方はすごくピーピー、甘えに来るジャン君ですが、だいたい落ち着いた時間、今は11時を過ぎましたがね。ま、寝ちゃいますね。はい、そこでまたこの人が登場です。じゃがじゃんじゃん。マゾーン。はい。これはですね、また友人からこれ届きました。ありがとうございます。ムーンライダース。これはなんかこうボックスになってんの、こんなの見たことないね。ライダースはちょっとですね、ゆかりのある、バンドなんですけれども、CD などそんなに持ってなかったんですよね。で、いざ探してみるとなかなかないということで、なんとこれを送ってくれる人が出てきちゃいました。ありがとうございます。もう素直に、お礼を言って、そしてこの中に収録されている歌を上手に歌う、もう、人を感動させる、そういうことでですね、お礼に当てさせていただきます。ちょっとわがままかな。それに加えて、この高級フードですね。ジャン君たちへということで、ありがとうございます。これ乾燥したやつ、これすごい人気なのね、うちではね。はい、どうもありがとうございます。お礼をいくら言っても言い尽くせないですけど、いい歌歌います。ジャン君尻尾太いよ。タヌキみたいな。パンちゃん。そろそろブラシしますか。はい、はい、じゃんくん、じゃんくんおいで。じゃないのか。
んちゃん結構取れたね。はい。ポンちゃん。少し頭が痛い。そうだね、使ってみようか。じゃんじゃん、はい、これ新しく買ったブラシです。あ、手をここに入れるようになってるね。これはね、ずっと昔からね、ちょっとだけ狙ってたんだ。あー、当たりが柔らかい。ロケンパパがゴシゴシやってもジャン君が柔らかく受け止められるね。取れるのかっていうとあんま取れないか。あれ、そうなの？長毛使用すればめっちゃ短毛使用かってきた。移動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 。これが普通なのかもしれない。ジャン君はしょっちゅうやってるからね。でもちょっと確かに隙間が空いてるよね。うん、こんな感じのブラシです。普段やってるのがこんな感じです。これは結構取れますよ。でも強めのゴシゴシにこんな感じにジャンクはなってしまいます。なんかいいや。ジャンクの下に置いてる毛が西部劇のカラカラの植物みたいな。ジャン君そのものが結構ブラシをたくさんしていて取れない状態だったね。ポンちゃんはいっぱい取れますよ。ポンはね、そんなに。はい、じゃあジャン君はまたね。